はい、皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日はムック本の紹介です。こちらはデイリークローゼット 2way で使える多機能ショルダーバッグブックです。佐藤かなさんプロデュース驚きの全10機能ということで、こだわりのポイントがたくさんあるようなので、今日はじっくり詳しくレビューしていきたいと思います。では開封しましょう。はい、開封いたしました。セット内容としましてはバッグ本体に加えましてこちらのショルダーストラップが付属されております。では広げていきましょう。はい、こんな感じで折りたたまれて入っておりますね。はい、で表を見ますと、はい、あ、かなり大きな、バッグになってますね。それでは詳しく写していきたいと思います。こうして見ますとちょっとこう横に幅の広い、そういったフォルムのバッグになっています。で、正面こちらから見ていきましょう。はい、ブランドのロゴですね、デイリークローゼット東京ということで、ゴールドで刺繍されている、ね、おしゃれなロゴになっております。で、こちら表面の素材はポリエステル PVC 張りと書いてあります。はい、で撥水加工がされているということです。表面はなので雨の日とか、多少汚れとかにも強い、そういった生地が使われております。で、こう全体的にこうほんとしっかり感がありまして、毎日ガンガン使っても大丈夫そうな、そういった丈夫な感じが、手に取ってわかります。はい、そしてここは正面のこの部分はファスナーポケットになってますね。かなり大きな収納が前面についていまして、サイド、はい、両サイドにこのねペットボトルを入れたりする、ポケットが両サイドについております。で、裏面を見ていきますとこちらですね、裏面は特に、収納というものはないですね。はい、で、そこの部分をちょっとね、広めていきますと、しっかりとマチもありまして、はい、このように仕上げられています。やっぱりこのね角の部分とかも丈夫な感じがしております。では続いて持ち手の部分見ていきましょうか。これちょっと今ね持ち手持ったんですけれども、固めのしっかりとした持ち手が使われております。そしてこの幅もありますので、肩にかけたりとか後でやってみますけれども十分できる、そういった長さになっております。で、ここですね、はい、持ち手がつけられているこの部分は、はい、こんな感じですか。ちょっとこの裏面までは見えませんけれども、この、はい、これで留められているということですね。デザイン的にもやっぱりおしゃれな、はい、デザインになっていると思います。そしてこのストラップの方は本体とはちょっと別の素材が使われてまして、こう柔らかい素材が使われてます。で、ここでサイズ調節取り外しも可能になっていますので、ショルダーストラップをつけてショルダーバッグとして使ったり、外せば普通にトートバッグとしても使えます。では中を見ていきましょう。はい、それでは見ていきます。今回こちらのバッグなんですけれども、ご覧ください。なんと3層構造になっております。はい、こちら大きなスペース、そして中央はファスナー付きのスペースがありまして、さらに反対側にも大きなスペースがあります。で、ご覧いただいている通り、内側の生地にはライトグレーが採用されておりますので、かなり中のものが見えやすくなってますよね。はい、で、この前面のこちら側の、はい、この収納スペースにはポケットがついております。内ポケット、ここです。はい、1つついて、そしてもう1つついてます。さらには、ここですね、こうペンをさせる小さな、こちらのポケットも備わっております。はい、かなりのスペースがあります。
で、さらに反対側、こちら側にも同じスペースがありまして、はい、ここには内ポケットは特にありませんけれども、広大な収納があります。で、今度は中央のファスナーを開けていきましょうか。まあ、ここも収納がありまして、はい、開けていきましょう。あれ？ゆきちゃんとしばこっぺちゃんもう入っていたんですね。はい、ここはかなり広いので心地よかったと思います。はい、ご覧ください。この広大な中央の収納になってます。この長方形のこうしっかりとしたですね、まあ、このスペースが取られていますので、はい、とにかく荷物がたくさん持ちたい人、荷物多い人はぜひこちらチェックしてもらいたいなと思います。あ、で、ここですね、ここに、はい、収納がポケットがありますけれども、ちょっとゴムで伸びるタイプなんですけれど、ペットボトルを入れておくことができる、まあ、こういった、収納もついております。これ便利ですよね。で、反対側にはついてないので、まあ、片方だけ、こっちだけついてます。はい、まあ、このような工夫もされているということですね。素晴らしい。はい、続いてはこちら外側のこの収納を見ていきましょうか。はい、ファスナーを開けていきます。スムーズに開いてくれますね。で、中はこんな感じでミーさんがいらっしゃいます。ミーさんも入りたくなるようなこの収納スペース、こちらもたくさん、収納できそうですね。中の色は黒になってます。こちらとはちょっとね違って、まあ、黒になってます。はい、まあ、ここにも収納があるということで、もうとにかくたくさん荷物が入りそうなので、とりあえずいろいろと中に物を入れていきます。はい、それではですね、昨日紹介しましたこちらのバッグにいろいろと入れましたけれども、はい、まあ、これを入れていきたいと思います。はい、まあ、でこれを入れるというか、まあ、このバッグ自体がもうそのまま入っちゃうくらいの、まあ、それくらいの、はい、このスペースがありますので、まあ、本当かなり大容量と言ってもいいんじゃないでしょうか。で、先ほどちょっと紹介してなかったんですけれども、このファスナーのこの端部の方にですね、まあ、こういった持ち手があるので、まあ、締める時には、はい、とても締めやすい、まあ、そういった仕様になっております。まあ、開けるときは、まあ、ちょっとここを持って開けるとか、まあ、ここをバーッと開いていってもいいんですけどね。はい、こんな感じで開くことも可能です。でも、とにかく大容量となっていまして、まあ、ペットボトルとか、先ほどちょっと紹介していたここですね。ここ。まあ、ここに、このようにペットボトルだけを入れることもできますし、日傘とかもここに一緒に入っちゃう。まあ、それくらいのスペース。もちろんこの外側のこのサイドポケット、まあ、ここにも、はい、このようにペットボトルを入れることが可能です。さらに、ね、日傘を入れておいてもいいですしね。はい、まあ、両方入るくらいの大きさのポケットになってます。はい、 で、まあ、できればちょっとこうね、底敷きみたいなのがあるとなおいいのかなと思いますので、まあ、自分でちょっとこうね入れてみるのもいいんじゃないでしょうか。タオルとかお財布とかね、あとこういったね、まあ、メガネケースなんかも入れてもいいですし、まあ、スマホなんかは、そうですね、まあ、ここの内ポケットの方に、はい、こんな感じで入れることも可能。まあ、この内ポケット、まあ、サイズ感なんですけれども、はい、もちろんアルフォートもしっかりと入りますので、まあ、この辺は特に確認する必要もないですよね。はい、そしてこのような大きなネジカゴバッグもすっぽりと入ってくれますので、まあ、この辺は3層構造ということで、まあ、中のものの整理がしやすくなっております。あとこの外側の収納はファスナー付きになっていますので、まあ、このようにお財布を、長財布をこんな感じでですね、まあ、入れておいても、はい、まあ、安心だと思います。ちなみにこの外側の収納には 10.5 インチの iPad も入る、まあ、そういったサイズになっております。はい、まあ、そんな感じでこう持ってですね、はい、まあ、こうしてみるとそれほどすごく大きいなっていう印象が、この高さがそれほど、大きくないので、はい、でも 大容量ですからね、とてもなんて言うんでしょう、バランスのいいバッグに仕上がってるなと、まあ、そんな印象です。それでは本日も正確な収納力測っていきたいと思います。採用するのはブルボン測定です。
バッグの容量は30ブルボンです。はい、ご覧いただきました通り、まだこの辺にアルフォートなんかを入れることができる余裕の30ブルボンということで、大容量バッグに仕上がっております。はい、それでは本日もバッグ、持った感じ写していきたいと思います。はい、どうでしょうか。これくらいかなり大きなサイズのバッグ、横幅のあるバッグになっています。横から見るとこんな感じですね。はい、で今ショルダーストラップも、ね、一緒につけてみました。このようになります。はい、どうでしょうかね。はい、で持ち方としたらもうこのようにトートバッグとして手で持ったりとか、あとはこう肩にかけてこう抱えて持つというところでしょうか。まあ、このようにして持っていますと、まあ、このまま、このねファスナーを開けて、まあ、ここにお財布入れてるんだったらこうね取り出したりとかもできますし、まあ、片方こう外して、まあね、ここのファスナー開けて中のものを取り出したりとか、まあ、いろいろと、まあ、手前の方はファスナーないんでね、内ポケットからスッとねなんか取り出したりとかも簡単にできるかなと、まあ、いったところでしょうかね。はい、そして今度はショルダーストラップなんですけれども、まあ、こちらを肩にかけてみましょう。斜め掛けいきます。今一番長い状態に設定してあります。はい、まあ、これくらいです。はい、まあ、腰からちょっと下ぐらいまで来ますので、ストラップの長さは全く問題ないと思います。このように肩にかけていれば、ね、中のものは簡単に、ね、取り出したりとかはできますね。肩にかけて持ち運べるととても楽になるのかなと思いますね。まあ、普段のバッグとしてはちょっとね大きめなのかもしれませんけど、まあ、荷物の多い人はもう余裕を持って持ちたい人はこれはかなりおすすめです。また一泊旅行とかですね、まあ、出張とか、まあ、そういった時にも使えるバッグになっているのではないでしょうか。あとはちょっとこう肩にかけた感じですけれども、先ほどちょっとこの持ち手が固めだっていう話をしていましたが、まあ肩にこうかけまして、そうですね、そんなにすごい食い込んだりとか、まあ、痛くなったりとか、まあ、ちょっとねまだそんな重いものを入れてないんですけれども、まあ、そこまですごく感じるということは、まあ、今のところないかなというところでしょうか。でまあ、このストラップの方も幅がそこそこありますし、柔らかい素材ですので、まあ、こちらは特に問題ないと思います。はい、いかがだったでしょうか。ここまでムック本デイリークローゼット東京 2way で使える多機能ショルダーバックブックを紹介してきました。はい、ご覧いただきました通り、かなりたくさんのアイデアが詰め込まれたバッグに仕上がっていたかなと思います。ポケットもいろいろとありまして、ペットボトル専用のポケットもありましたよね。そしてこの3層構造ということで、はい、中のものの整理にとても便利に使えそうです。まあ、ショルダーと、まあ、この手提げの、ね、2通りで使えるのもとても魅力的かなと思います。そしてこの何よりも大容量バッグ、ね、たくさん荷物持ち歩く方はぜひ検討していただきたいなと思います。丈夫に作られていまして、まあ、撥水加工もされておりますので、毎日ガンガン使っていける、バッグに仕上がっていると思います。見た目もきれいめデザインでオンオフ問わず活躍してくれるのではないでしょうか。というわけで今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。こちらのバッグいいなと思ってもらえましたらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また、Twitter、Instagram でも付録を投稿していますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。